給料の場合はね、これ男の人見てらっしゃったら、少ない給料の場合は、奥さんに管理してもらった方がお金は貯まります。だけど、年収800万以上になってきたら、男女問題研究家の山崎ゼミ子です。本日の恋愛大学のテーマは、離婚シリーズということで、ずっとね、前々ぐらい回ぐらいから離婚シリーズをやらせていただいてまして、本日は離婚に関するお金のあれこれ、命の次に大事なものってセブン何でしたかね。お金です。お金です。そのことについてお話していきたいと思います。本日も収録は東京収録なので、アシスタントはセブンです。はい、セブンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、今回の離婚シリーズのゲストさんというのが、ミキさん、45歳で、5年前に離婚されたんですよね。はい、はい、でずっとね、私の、5、6年ぐらいも通っていただいている常連のお客様です。常連ですか。常連、まあ、リピーターさんの相談者さんということで、今日は来ていただきました。そして、まだ独身の24歳、まいちゃん。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先生、はい、今回も離婚シリーズということで、はい、離婚となるとどうしてもお金がかかったりですとか、はい、その後の生活費の不安面が多々あると思います。はい、普段セミ子先生はどのようにアドバイスをされていらっしゃるのでしょうか。そうなんですよ。ここね、離婚をしようと思った時にみんなしくじることってあるんですね。まずね、離婚の意思をね、相手に思いっきりぶちまけたりするときある。ダメなんですか。ダメだもん。本当に離婚しようと思ったらね、はい、ここからは戦いなんで。いや、戦いなの。なんかある程度下準備しないとダメで、水面下で動くっていうのは非常にこれ大事なんですよ。へ、普通に考えてください。戦いが始まってね、はい、向こうに戦闘するよって、明日攻撃するからって言ったら、向こうほら構えるでしょ。あ、ね、兵隊置いてね、兵隊置いて構えるじゃない。そういう爆弾落としたらダメってこと。だから普通にしてて、それがまあ粛々と準備するっていうのかな、はい、ご飯を普通に出して、普通にして準備をする、うん、だいたい、ね、だいたい離婚したい人っていうのは家の中でそんなに仲良くないですから、離婚の話を相手に言う前に、もう全部ね、離婚のことを、準備しないとダメ、準備しないとダメです。これはで、これは将来的にいつか離婚するかなと思う人もやっておいた方がいいと思うのね。なんでと思います、まいちゃん。いや、なんか証拠を数多く、なんか証拠っていうか、なんかそれデータを増やすためかなって思います。そうそう、それもあるね。ミキさんは、私はもうその結局離婚して一人やりするんだから、そこにね、備えて蓄えていたりとかね、お金のことね、お金のことね、そこも大事ね、子供もいますしね。セブンは余裕多くお金を自分のことでもらうためかな。そうなの、これね、それもね、すごい大事なこと。これね、すごい厳しい話を申し上げたらね、離婚でもね、自分が離婚したいと思った場合と、最近増えてるのがね、男性から離婚をしたいっていうケースっていうのは、ここ10年でね、10年前が倍ぐらいだったの。なんかたまに聞かない、これは恥ずかしいから女の人あんまり言わないんだけど、男性側がもう離婚したいからっていうことで、もう別れてほしいってお願いするパターンだろう。それはでも少ないんですか、もともとはね、ほとんどがね、もう女性からだったの。今は4、5、6じゃないかな。前は8割ぐらいかな、そんな感じだったんだ、女性からだったんだけど、今はね、男性がね、だから今まで2割切ってたぐらいがもう4割近くなってるからね。だから男性にもこう選択肢があって、離婚ってことが頭によぎってるってことやからね、おちおちしてられへんよね、これ。結婚して安泰って言って、たまに離婚にね、相談に来られて、お金のことをまず聞くのね。私は一番ほら、震災とかいろんな災害があった時に、皆さんお金のことと心配して、家が潰れたからお金をどうしようとか、それで仕事がなくなりましたどうしましょうとか、結局お金の心配してるのね。だけどそこ関係なしに旦那さんに離婚だって言ってしまったら、向こうも警戒してお金もくれなくなる。
たまには生活減らされる人もいてる。生活減らす人もいてて、うん、嘘ついてね、うん、で逆にうちに相談、男の人来たら、うん、離婚したいと思ってます、言ったら、はい、もうすっごいあれなんか来た人の全面的見方やから、うん、おいくら生活費渡してますか、言ったら30万渡してると、うん、とりあえず計算しますよ、子供さん何人かって言ってね、うん、そしたら最低限生活していけるレベルで10万生活費切りましょうかっていう、パーンとアドバイスしちゃう時あるんですよ。もううちに先来た方が正解やね、だからそうですよね、すごいですね。そしてやっぱりほら生活できないレベルまで、まあ、兵糧攻めっていうでしょ、うん、で昔の戦でもそうなんですけど、食べ物を与えずにギブアップさせる方法っていうのが兵糧攻めってしてるよね、舞ちゃん。それなんか、うん、そういう兵糧攻めってあって、だから戦わず刀を持たず人を切らず、うん、ご飯食べへんかったら死ぬよね、餓死するよね、うん、ギブアップするよね、うん、そういう方向で持っていっている人もやっぱりいます、男の人が。男の人が、うん、逆に男の人代理して、あの過ぎたらお金を渡してる場合は、はい、あの私はカットします。うん、なんかすごいそれと女性の見方じゃないよね。ごめんなさい。だからそういうふうに来た人も来た人はね。だから逆にそれをされないためにね、女性の方にアドバイスするの。だから水面下でね、絶対動かないとダメ。例えば福祉を受けてる、あの障害をお持ちの、あのお子さんの場合とかでも、福祉をね、あの受けてるけど、受け取り人は旦那さんの名前とかになったりするのね。男の人じゃないとダメだったり。そうそう、ダメだったり、そういうところがあったりとか、そしたらその口座の通帳欲しいよね。そうですよね。例えばそういう話なんです、皆さん。ピッと来る人もいてると思う。だからその口座の通帳を旦那さんがキャッシュカードを持ってるからややこしいの。でも口座を旦那さん名義の口座があれば、キャッシュカードを持ってりゃ、別にね、うん、しばらくわからんままでも、ね、まあまあ、あの、言い方ちょっとボケありましたね、今キープできますよね、まあ、そういうお話を今日はしたいんですけれど、相手に離婚っていう話をする前に準備してほしいことがまずそうなんですけど、旦那さんにお金のことを任せてる人もいてる、全部これ年収800万以上超えのね、旦那さんは、舞ちゃん任せそうやね、なんか将来的に任せちゃダメよ、お金のことは。あのアメリカもね、あの、はい、奥さんが全然お金のことは仕切ってないから、だからあの甘えてね、あの、うん、ダーリンこれが欲しいのって映画でやってるでしょ、だから甘えて買ってもらう作戦に出てるから、アメリカも各々で管理してるからね、日本はあながち、女性が管理するでしょ。そうです、その方がうまくいきますよ、ね、うん、あの少ない給料の場合はね、これ男の人見てらっしゃったら、少ない給料の場合は、奥さんに管理してもらった方がお金は貯まります、うん、だけど年収800万以上になってきたら、だいたいね、奥さんにお金を渡さないね、生活費って形で自分が管理する人多いの。わかりますか、はい、うん、でその場合の奥さんが、うわ、分からない、ローンっていくらだろうとかね、あの分からない、何聞いても分からないの。でまずローンいくらとか、あのご主人さんの引き出しあれしてね、はい、あの通帳も全部見てチェックしてくださいって言うので、え、年収いくらだろうとかね、でだからお金を月に、あの家賃も全部払ってます、光熱費も払ってます、学費も払ってます、で、はい、これ食費と、散髪行ったり美容室のなんか雑貨のお金とか言って15万とかもらったり20万もらったりね、してるから、なんぼの給料もらってるかわからない。ここで、セブン、私の独り言の話してますよね。で皆さん、これね、私独り言という前提で話してますけど、独り言ですけど、あの、千里子先生の独り言ですか、独り言な、これが弁護士さんが言えない独り言なんですけれど、あの、私は民間のカウンセラーなので、あの家族である以上ね、あの1年に1回源泉徴収とか、そういうものありますよね、うん、所得証明っていうのが、まあ、大体6月ぐらいに昨年のものが、あの新しくできます、はい、で4月ぐらいでは、あの一昨年のものが出るんですけど、それを見てもらったら、ご主人さんがいくらの所得があるか大体分かる、うん、分かりますね、分かりましたね、あの、はい、ミキさんも見られましたね、はい、家族の時に、はい、見ました。そうなんです、だから、うん、あのその家族見てくださいって言いましたね、私、はい、調べないとまずそこから出ない、戦えない、いくらお金もらうかとか、相手が、はい、正直言うと月10万しかお金ね稼いでないのに、はい、10万くださいって、これねもらえないんですよ、法律的に言えば、その人もちゃんと生活していかないとダメやから、うん、あれ
だから10万円くださいって10万しかなかったらダメやけど、うん、でもその人がもしかしたら1000万ぐらいあったら何分ぐらいもらったらいいかとかもらえるか予想を立てれるでしょ、うんうんはい、だから必ず予想を立てるときに確実な数字っていうのは絶対あります、うん、はい、ここはだから収入がわからない人の場合とかだいたいこれぐらいだったなと思う人は、所得証明っていうのがね見てくださいって言い方でね一人で見てください一人でですあの取られた方がいいと思います、はい、そことねあとねここはね離婚をするって決めたら少し歩み寄ったふりしてください。あの敵対しても、ね、意味がありません、 その時はね、その時はだからふりだけでもいいから、うん、あのこういうことだからありがとうねとかしおらしく、うん、私これをね弱々作戦って弱い弱いって感じで弱しみて弱々作戦って呼んでるんですけど、人間はね弱い人に手を差し伸べますから、うん、そうじゃない人見てますよ、それはいじめっ子とかいじめする人なんかはね、でも大概は弱ってる人とか会社でもそうですよね、誰かが風邪ひいて休んで本当に入院しましたとかね、手術しましたとか言って帰ってきたら大丈夫ですかってやっぱり普段ね気に入らんその上司でもね、ああなんか痛い目に遭ってんなと思ったらやっぱり少しね、ああ大丈夫かなって気持ちもちょびっと湧くじゃないですか、そんなようなもの、うん、だから弱の作戦で男の人の方が騙されやすいんで、そう、こんなんでねいるからねお金ちょうだいって言いながら少しねもらってる人は少しずつ、そして、ご主人さんと一緒に通帳が、貯金してる人も少しずつお金を下ろして自分の口座に動かしてください。しましたね。これも弁護士さんの独り言かな、これ。そうですね、これも独り言です。これね、犯罪じゃありません、これは。例えば、犯罪じゃないの、夫婦でね、通帳預かってて、それを使って、これ犯罪、これも独り言の話で、あるお話なんですけど、はい、ある方がね、まあ、1000万のお金を、旦那さんが通帳に持ってました、これね、これも本当の話です、持ってらっしゃって1000万、その1000万のお金を、覚悟して、その方が自分の口座に移しました。丸々ですか？え？丸々1000万。丸々。移しました。半分じゃなくて丸々、うん。だからそのキャッシュカードで下ろしたから銀行の窓口は関係ないですよね。一気に下ろしませんでした。はい。ね、それまたその今はいいことにね、利息がね安いからね。はい。はい、定期預金とかする人少ないよね。そうですね。800万とか、うん、まあそういうぐらいの金額500万とかやったら普通に、うん、まあ貯金っていうより銀行代わりに銀行を使ってる。そうですね。うん。でキャッシュカードで下ろせる金額ってまあ50万から100万と、うん、50万の方設定してるからね。100万で1日決まってるんで、まあ10日もあれは1000万下ろせますよね。100万設定してる人だったら。チク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 。それをどん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 チクチク下ろしてね。はい。うん、チクチク下ろして。でも逆だと犯罪じゃない。犯罪じゃ下ろしただけだから。ああ知って。うん。なんでここを守るかって言ったら、いざ離婚の話になった時に向こうお金持ってても出しません。絶対に出さないし絶対に下ろしてこない、うん、で連れて行っても自分が下ろさないって言ったら下ろせないし、違う人が通帳持って行っても下ろせないでしょ、うんうん、それと同じくの考え方で、自分の口座に通帳にお金があったら旦那が下ろせ下ろせって言っても私嫌ですって言えば守れますよね。もうやきもきするだけで向こうがうわどないすんねんって言ってもこれ犯罪じゃないんで、うん、だけどね、ここよく考えてください。ここでね、俺はもう養育費も払わんし慰謝料も払えへんって言うんですけれど、うん、私がそこで取った、独り言の作戦なんですけど、はい、1000万を自分の口座に動かしました、はい、日本で今問題になっている、ね、シングルマザーの貧困問題、あなんかよく聞きますね、うん、今コロナのね、あれですごい所得、今週に1回しかパートナーとか読まれちゃう、あやばいですね、もう本当にね、お菓子なんか買ってあげられないぐらい今苦しいの、はい、これはどこにね来てるかって言ったら、日本のね、まあ慰謝料とか、養育費とかそういうことの低さもあるんだけど、これはまあ算定基準が昨年2019年の12月に変わりましたけれど、だけど養育費をね 76% の男性が約束した期間払い切ってないの。そう、それは聞いたことありますね。これでしょ、全然もらえないですね。そう、もらえないこと考えたら養育費払えへんよ
ってね、はい、あの言っても、うん、76% のうちあなたのその意地悪な旦那はあと残りのね3割弱の人になるんですかってことなの、うん、なりそうにあるんやったらいいですよ、うん、だけど人生何あるか分からへんし、うん、そんだけの支払いしてないってことは1000万もらってた方が得ですよ、うん、そうです、初めに、うん、初めに、うん、でそれをね例えばまあまあ弁護士さん同士が入ったり調停で返してあげてくださいとかねやっぱそういうふうになるのね、うん、あの分けてご主人さんに分けてあげてくださいって、うん、でも使ったらどう思いますか、お金ないですよね、ないものはないですね、うん、そうなの、セブン、はい、お金、それ、新しい生活に使ってください、うん、はい、使ってください、はい、使いましたね、使いました使いました使ってください、そういうためにね、あのいろいろそのいろんなね、弁護士さんが言えない、まあ、話なんですけど、私もこれ独り言として話してますが、だから自分が行きたい専門学校で勉強したかった専門学校のお金も全部払ってもらって、全部使ってしまってもいいと思います、うんうん、保険も全部払い切っちゃいましょう、学資保険、子供の、え、その1000万で全部やっちゃうってこと、そう、そしたら内袖は触れない、確かに内袖は触れ、これね、あの皆さんこれね、あの考え方なんですけど、あの裁判でね、慰謝料請求されるって言って、これは不倫されている側が慰謝料を取られてしまうっていうのはみんな知ってますよね、これ、うん、でみんな怖がるんですよ、弁護士さんを使う意味っていうのは、内容証明であなたに慰謝料を請求しますよって、うん、弁護士さんの名前をね連ねてきたら怖いよね、まあ、そうですね、名前が多ければ多いほど怖いよね、だから私の取る作戦っていうのは、弁護士さん選ぶ時でも名前を2名3名連ねてくれる弁護士さんを紹介するの、そしたら1人弁護士さんつけてるっていうよりも3人ついたとか、なんか囲まれ感がすごいですね、そうでもそれはあの1人しかついてないんですよ、だけど連名ってことで載せてくれるっていうところもあるから、それで来た方が怖くない、確かに、うん、怖いですよね、そういう使い方をするんですね、だから弁護士さんにしてもその慰謝料を取るときでも、まあ、500万請求しますってビッビりますよね、500万借金背負わなあかんと思って、それでなんか分かりました500万とか言って、マジでね払ってる人いてるの、分割で500万ですか、分割で、でも決まっちゃったこと、調停とかね、公正証書と調停と裁判とこの3つなんですけど、決まっちゃったことって強制執行能力って言って、自分のその給料から転引きされたりとか、差し押さえってまあ言葉怖いね、その給料を抑えられてしまうから、うん、だから払わないとダメなんだけど、そこでねやっぱり相談に来てほしいの、そんなたくさんの金額ね、あの請求できないからね、あのされた側も、でした側もまあせいぜい200万じゃないかな、たくさんでも、うん、ちょっとね、そう、500万って高いな、日本はね、だけどそこであのうちに来たら大体計算するのに、相手の女性がどんな方かっていうので調査で調べるから、例えば公務員さんであるとか医療関係であるとか、で、あの銀行員さんであるとか、そういう仕事の方ってね結構貯金してるの、みんな、イメージとして、そう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 、でお金出るけど、だけどあのその相手の人が家事手伝いだったらお金出ないよね、そこで算段して、あのいくら多くお金を取るかっていうのは、あのその相手に対するふっかけ方も違うのね、これは例えばその、専業主婦の女の人のお家が例えばお金持ちであるとか、あ、うん、そこも全部調べるのね、そしてお金持ちだったら親に請求することはできません、これは、あ、できないんだ、できません、うん、ね、できると思うけど、でも考えてください、うん、これ親がお金持ちの場合、娘がそんな目に遭っていると、もし相談されてお金貸してくれたら貸すお金ありますよね、私貸すお金貸すお金ありますよね、はい、そこを計算するんですよ、うん、うん、そしたら、あ、ここ専業主婦って言って、おうちどんな感じですか、なんかお金持ちのお嬢さんで音大行ってましたとか、あ、音大ねってとかね、あ、なんかそしたら音大行ってて今家で、あの、うん、そうですかって、ほんなら親お金持ってますよっていう調査したりするのね、そしたら、あ、この人にはあの150万、200万は行かへんけど150万取れるんじゃないでしょうかねとか、そしたら例えば150万を請求したら絶対に請求した金額に目減りしますから、いや、そうなんですね、うん、向こう値切ってきますよね、これそうですよね、値切ってくる、値切ってくるから、まあ、あの200万って言ってて、自分の着地点を決めるんですよ、200万って150万って180万でどうでしょうかとか言ってくるの、向こう不動産みたいですね、不動産そう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 、大阪で言えば電気屋さん行ってもね、値切るのしてね、そうなんですか、そうですよ、大阪で
ね、あの東京の人に聞いたら値切らないねってね、はい、京都だものね、そんなん定価で買うなんて考えられない。電気屋さん、電気屋さんであの10万円が8万6千円の書いてるでしょ、はい、でそれを見ながらあのお兄ちゃん読んでね、はい、それ8万6千円といくらなる普通に聞くの、うん、電気屋さんよそしたら普通に向こうも電卓出してね、うん、これはね端数切り上げぐらいかなとか言って計算するの。これは私もやります。どうしよう、何ぼなるとかね。うん、もう肌からもう全部やらなさそうやもんね。やったことないですよ。ね、まあ、そういうようなもんで値切られます、必ず。だから設定金額をいくらだったらいけるかって言って、その相手のね、あの性格とか性質、そして環境をね、あれして大体その、あの、金額設定するの。で、私ね、よく褒められるのが弁護士さんに、確実にね、あの慰謝料とか取るから、弁護士じゃないですよ、設定した金額ね、で弁護士さん入れずにしても、うん、あの残ってもいいお手紙とかね、はい、メールとかできちっと、向こうは向こうで活字にしたら相手に残るから、はい、活字にして弁護士に見られてもいいような内容で文章作るから、はい、その人に成り代わってね、はい、まあ、サンプルメールって言うんだけどね、それできちっと取れて、多分この金額で言ったらストレートに1週間以内にお金払ってくると思うって言って、あの、最近もあの1週間に100万ぐらいもらいましたよ。もらいました。これ弁護士さん入れずに。すごいですね。入れず、まあ、こういうまあ、あのその人の、あの環境、そしてその人の状況とか、そういうのを見てお話しするんでね、まあ、ちょっと話がずれちゃったんですけど、だからあとさっきの通帳の話になりますが、はい、あの離婚を考えた時に、旦那さんの名前の通帳とキャッシュカードで、でいらなさそうな今現在使ってないものを探してください、これ、はい、印鑑もね、はい、分かった、はい、はい、分かりましたね、はい、あーっていうのがこれすっごい非常に大事なの。なぜか言ったら皆さんね、これね、あのもうね、まあまあ男性を立てるっていう感じでね、な結婚したら仲良くやっていきたいって私も思ってました。離婚しようなんか思わないじゃない。この人とね、あの本当に仲良くこうね、手をつないで生きていけたらなと思って結婚するの。大体ね、でもそういう道が違ったから今私はこんな仕事をしてるんですよ。皆さんとかで してるんだけれど、だからそういう意味ではね、まあ、子供のね保険とかも、自分がなってもいいわけ。お母さんがね、でもお父さんの名前で入ってる人多いので、ね、なんかそうしますよね、うん、なんか立てようと思うの、はいはいはい、分かる、下ダメよ、はい、自分のね、ダメよ、ね、そこをね、なんかね、立てて旦那さんの名前にしたら、なんかこう一家の大黒柱とかね、ご主人様とかね、あの言い方するじゃない、主人とか、はい、主人よ、主人、漢字で書いて、ここ主人ってじゃあ、ほんならそれ主人と普通に聞いて、結婚関係じゃないご主人さんの意外の人って召使いじゃない、あの、まあ、昔のね、あのお城で言えば、ご主人様って言って、あと召使いじゃない、女官かな、私らなんか分かんないけど、だからそういうこともしなくていい、時代は。私もした、そういうふうに主人の名前で。したの、それでね、学んできたんです、皆さんに教えて差し上げたいの。だから、あの子供のね、学習保険で子供生まれたらみんな積み立てでね、入る保険があるんですよ、はい、で中学校のお祝い金で80万とかね、設定できるから、はい、大学卒業、大学のお祝い金で100万円とか、はい、ね、それもほら現金としてね残るわけですから、でそういうものをなぜあのご主人さんの名前についてはダメかって言ったら、保険も昔あの和歌山のカレー事件って知ってる、林真澄さんがヒ素をカレーに混ぜてね、あの人ね保険の外交員だったの、うん、家族保険の外交員で自宅の、従業員にみんな保険かけたの、それでみんな死んでんね、何人かで、あそうで受け取りにその林さんだったの、だからあの5点立ってるの、あの今はもうないですよ、5点が経ったのね、そこからね受け取り人とかそういうのものすごく厳しくなったの、そこを境にね、保険の人言ってらっしゃった、だからね厳しくなってるから、もうすでに厳しくなった後なんで、あでも生命保険のありました、私生命保険かけてて、でもらえる人を親で母親にしてたんですけど、ちょっと母親病気とかって不安だから、絶対もう母親が死んじゃったらもうダメになっちゃうから、そうそう、地上に帰っとけみたいな、めっちゃ厳しいなって思いました、厳しいでしょ、もう私家族ですねって言っても、あかんわけなんです、だからそ
こはね、あの子供のやつかけてて、自分がその代表のね、名前で、あのセブン、やったセブン、マイちゃん、マイちゃんって言ってて、そこはもうね、あの改まって話しなくていいか、作戦だからね、これは。最初から結婚した時に仲良くしようと思って、保険の名前をね、その旦那さんにする必要全くなくて、そんなちょっと立てたぐらいでね、仲良くやっていけないから。あんまり関係ないから、そこは。そこはね、だからね、普通にあの保険入るからって、もう学習保険いるよねって、うん、もう入ったからぐらいの手でいいから、日中だって旦那いないから、日中旦那いないから、そうじゃなかったら、書いてとかそういうふうに言わなあかんから、そこでね、もうあの今から結婚する人はそうしてください、今から子供を産む人はそうしてください、でももうすでに旦那さんの名前にあれこれしてる人は、旦那さんの通帳一冊探しておくべき。わかるでしょ、舞ちゃん、はい、そのお金の払い戻しもその人の名前の口座じゃないと入らない、うん、ただあの、ねまだね、今はね、一つの銀行に一通帳決まってるんだけど、昔はね、まあ、いっぱい作れたし、いっぱいって何冊でも作れて、今でもね、給料の払い込み口座が、あの必ずここの指定にしてくださいって指定する会社があるのね。そしたら作れるの、2冊目っていうのは会社からの要請でね、作れますから、そういういらないものでなんかもうあの地銀とかね、そういうもので持っといて、で、まあ、あのプールしておいてください。そしてね、あのとりあえず、まあ、忘れてるような通帳だから、印鑑っていうのはもしかしたら同じ印鑑にしてるかもしれないんで、印鑑もね、銀行に行ってね、これは私の独り言なんですけど、あのご主人さんのために書いてあげてください。さんの召使いやからね、それ書いてあげてください、ね、書いてあげてください。ではそしたらどの印鑑ね、あの持っといたらいいわけやからね、はい、旦那さんが出してくれ言った時に、ね、あの引き出しの奥の方にね、一人ことですから、そういう親切に書いてあげた方がいいと思う。新しい印鑑にくれ、ね、印鑑くださいとか貸してください言う必要がないから、親切なんです、その方が。で持ってて、でやっぱりもう一つやらないといけないのは、眠っている通帳もしくは、そういうこうなんていうんですか、キャッシュカードって時期が弱ってたりとか、で銀行がね一回ストップしてクローズしてる場合だろうね、しばらく使ってないからってことで一回窓口来てくださいって言って確認したら、まああれやと、それだけね確認で一応1000円だけ入れてみてね。まあまあ1000円ぐらいパッと入れてみて、すぐ出して使えるかどうか確認すること、ここの作業は非常に大事です。持ってても使えなかったら意味がないです。生きてるからやっぱ結構です。そう、印鑑もね、あの帰るときに委任状持ってきたらいいから。委任状、委任状ってね、あのご主人さんも忙しいやろうから、もう自分で書いてあげて。親切に。そういうことよ、そういうこと。だってね、いやこれだってね、あの本当にそういうなんていうのかな、銀行にしても向こうにしてもね、はい、その役所でもたまにない委任状持ってきてくださいとか、あるのよね、だって分かりましたって言って、なんか15分ぐらい持ってくる人いっぱいあるからね。まあそれさえね、そうそうそう、あのそういう委任状でも間違いない、自分の身分証明見せることやからね、だから別に委任状本人の、まあ、あれって自分の身分が、だこれはもう第三者にしちゃダメですよ、もちろん、だこれ独り言なんで、あのなんか聞き流してこんなこと言ってはったなみたいな感じでいいですから、まあ、そういうふうにして覚えていただいて、通帳はもう置いててください、絶対これはもうこれ技です。はい、で旦那さんからもらったお金っていうのはその通帳に入れちゃダメですよ。その通帳はそのいざという時のための、例えば福祉とか、でその、払い戻しのお金とか、例えば私もそうだったんだけどね、不動産でも借りるでしょう、で借りて賃貸で借りて敷金が100万円しました、100万円返ってくる通帳って借りた人の名前の口座しか入らないからね。そうですよね、そう、でもそこでお金で女の人がね、お金出す場合もでしょ、はいはい、敷金で半分半分で、ヒヤヒヤしません、旦那の方に入って返してくれないかもしれないっていう、さっき兵糧攻めって言ったように、お金を出さない、でここでね問題なのが、覚えておかないとダメなのは、女がいた場合は相手に、ご主人さんに女がおって、こう家庭がね不安になった場合っていうのはお金出したがりません。そうですよね、わかるでしょ、まえちゃん、はい、新しい家庭があるから、そうですよ、出したがらないの、本当に。だから、旦那、男の人からただ単に別れたいって言った場合は、意外に出すの。そうなんですか。申し訳ないっていう、なんか男の人もそこはなんか罪悪感あんねやろね、嫁さんに生活能力ないし、
子供を俺が育てることもできひんしっていうのがあるから、うん、だから彼女がいない場合はお金出しますね、少し本当に折半にしてくれる可能性は非常に今まで私が相談を受けたケースでは高いです、はい、結構ね、これすごい長いこと喋ってるんだけど、うん、あのまだあんねんけどね、とりあえずあの郵便物とかそういうの最後のレクチャーにします。もう30分ぐらい話せるから郵便物とか来た時に情報と解かないとダメだから、これはね、あのもちろん写メ取ったりコピーできるものを全部コピーしてください、はい、銀行のいろんな今お持ちのご主人さんがね持っているキャッシュカード、なんか通帳は会社に置いてるとかあるけど、財布の中にキャッシュカード入ってるでしょ、はいはい、うん、そういうもの全部写メ取って、どこの口座か全部押さえておくってこと大事なんです。すごく大事、うん、これはね、皆さん最後の方になりますけれど、今年の2020年の4月からそれまであの探偵さんに依頼する方多かったのね、はい、ご主人、主人がいくらお金持ってるかわからないから銀行の残高を知りたいと、うん、すっごいベラボンのお金かかったの、調査会社で頼むとね、だけど今裁判所がね、あのここの銀行とここの銀行の口座の残高をって言ったら裁判所が、ね、調べてくれるんだったから、今年の4月から、そう、隠す人が多いから、それだけ出したくないの、やっぱお金は。離婚する時ってあれやから素直にくれないのね、うん、仲悪くなってしまって、だからそういうのがあるんで、あの情報は、ね、全部持っとかないとダメ、うん、で株の証券とか、そしてね郵便物来たりとかした時とかもう全部中見た方がいいよ、見た方がいい、だからどうやって見るのっていうので、また私の独り言でよく探偵がやってるお話しましょうか、探偵さんこれね持ってきたんですよね、まあこういうまあまあ大事なもので、こんな控除のね、もう証明書がもう届く時期になりました、はい、この控除の証明書来て、なんかなんかいくら保険入ってるのかわからないんですよ、これね、まあ皆さん見ていただいたら探偵さんがよくやるんです、これ私これね探偵のレクチャーだけで、したことございませんということで私の独り言なんですが、こっから開けたらねバレバレやね、だからみんなね、こっから開けたらじーっと見て、中何入ってんのかなと思って、ね、開けないの、開けないのね、こういう場合はね、こっから開けてください、ここ緩いでしょ、ここをね、ちょっとね、まあまあ私が今気軽にやってみましょう、本気で やらないですけど、ここをね、取っていくの、そしたらね、弱いの、綺麗にね、取っていくの、こうやってね、はい、そしたらもう今すでに、これやっただけでも、ああもう半分、半分ぐらい空いてる、ここからね、これやってたら、まあ、カメラが回り回りするんですけど、まあこれでね、中見て、コピーして、糊貼っちゃったらいい。あー、すごい。自分が開けるときにそこ見ないですね。見られてるとまず思わないね。で、いるものとかあったら、まあ正直人のやることだから不備もあるから、中のやつ、もうあの預かっててもいい、取るって言い方したらね、泥棒みたいだから、預かっておきましょう。一人ごとでね。そうです、一人ごとですもんね。あ、そうそう、一人、預かっておきましょう。コピーして。物によってはね、でね、一番ね、あのあれなのが、例えば、ペラって剥がれ、はがきのやつね。はがきね。はがきのやつなんかはね、みんなね、もうどうしたらいいんでしょうって言うんですけど、それに聞きたいでしょ。はがきの場合はね、もうね、そのままね、もうどうしても見た、見る必要性があるやつは、見てください、開けて。開けてね、ベロンってなったらね、もう捨てるしかないんじゃない？メールもそうよね、あの見ちゃったってもんね、見ちゃったら消すしかないでしょで、だってほら来ない場合あるじゃない、郵便物も、まいちゃん確かにありますね、あるでしょ、はい、そういうことなのよ、ちょっと今ね急ぎながら開けたんで、急ぎながら開けても開くのね、こんなし急いで、これ慎重にね、もうほんとやったらこれ出てきます、すごい、そんなかあの感心してありがとうございますありがとうね、安心してくれて、これね、開きました、取れましたね、で、まあ、糊でここ貼ってもらったら、うん、ここピンピン元気、だからね、なんか指物くちゃってなってるかなって言うけど、綺麗に開きます、意外に、どんなものでもね、結構ね、緩いです、ここ脇甘いのよね、みんなほらこれ、お前言ってるね、感じでほら、脇甘いの、それも、本当も脇甘いの意外意外で
でしょ、はい、これで中でね情報を取った方がいいと思います。たまにお金持ちの人でスイス銀行から来たりとかね、でスイス銀行行ったらね、あの1億円の貯金からしか預からないのね、お金めっちゃ持ってんのに見れなかったんですけど見れますよって一人ごとに教えてあげるね見てまたある人でそのだから口座っていうのが調べられないのスイス銀行までだったら、まあ、ここをこういうふうに開けましたよね。今私あの、まあ、まあノリをね一応持ってきましたから、これも、まあ、ごめんなさい、ここをね貼ってまた戻しといたらいいんでね、戻しといたらで、いるものあったらねあのお預かりしてくださいお預かり、ね、お預かりしていただいて、で人が入れるもんやからね、もしかしたらね、まいちゃん入れ忘れた可能性あるよね。そうですね、私そういうの、ね、もう40分ぐらい回ってるけど、これ真剣にね、あのこれ見たら、まあ、山崎千里子さんにそうだねえことだって思う人いてると思うわ、うん、これね、私もやっぱり探偵ですから、探偵者の子もやってますけど、まあ現場も行ってましたし、今は行ってませんよ。それでいかがですか。すごい。でこれ時間かけてやったらもっと綺麗にできるから、今私喋りながらやっただけで、はい、このレベルすごい。でもそこ見ないな、それで渡されても絶対見ないですよ、見られないところしか、はい、そうなの、すごい。こういうことで、情報は必ずたくさん押さえてください。ここで私の今これね、で本日のレクチャーはもうこれで終了するんですけど、ポイントを今もうお話します。自分からこの今の今日の話でね、私は何をしたらいいのかってことを全部分かってると、分かったと思います。ノートに書きましょうとか、いろんなことで写メ取りましょうとか、情報取りましょう、通帳、それ以外にもいろいろ準備することはたくさんありますが、これぐらいのことで、今日は終わらせていただきたいと思います。続編お楽しみに。はい、本当非常に勉強になりました。ありがとうございました。